はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケットプラス。のけっぺん連続6日松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。もういろいろ思いました。にゃーがいいな。プレゼントが届いてるよ。ガチャ何もないな。ノーマルガチャ。即観戦チケットすぐもらえますね。難しいな。いいや。クエスト達成、やったね。イベント開催中だよ。カタパラダイスですね。はい、何です？ちょっとなかなか低迷してて、G3 から立て直しを図ります。42kg、今はベストバー体重ですね。持ってきたんだったっけ、放牧かな。イベント開催中だよ。追い込み、それは分かってる。まあまあかな。いい感じだね。かなり力を入れて調教を行いました。イベント開催中だよ。なんか調子が落ちている。体重はバッチリだね。お、嬉しいか。よしよし。寝転きには距離はなんとか持つけどな。来週のヘアステークス行ってみましょう。イベント開催中だよ。体重はバッチリだね。ん？何？ビールがある？大根ですね。大根をいい感じだね。回復ヘアステークス。はい、何です？たった芝居やお供をこなせないほどではありません。そして距離はまあなかなかいいんじゃないでしょうか。2番人気だね。1番人気じゃない。ただいまよりラミリアンですか。これは強い。3番人気は石アトラス。
ゲートイン終わりました。体制完了。ゲートが開いた。スタートが珍しく良くなかった。ちょっとのついたスタートになってしまいました。先に行くのはどの馬なんでしょうか。サイレントビール。先頭、内を通って5番ワンミリアン。ワイネルゴーノットがかわしていきました。ちょっと離れて11番パーソナルラッシュであります。なんだこれ、めちゃくちゃ。そしてそのうちに9番ラッキーブレイク。3番アサカディフィート。イブロン、ほとんど馬体が合っています。そのうちからは8番クワイエットデイ、新メイレグルス、外から1頭12番ハードクリスタル、それからシアトラス。さあ向こう流しに入りました。差が開いて4番カタノパラダイス、もう一度先頭から上手に名前言われた。ラッキーブレイクがそのうちにいます。アサカディフィート、その外イブロン、クワイエットデイがその後ろ、それからもう1頭、ね、6番シンメイレグルス、そしてその外に12番ハードクリスタル、内を通りましてシアトラス。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。パタロパラダイス直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭はワイネルボーノットが一馬身リード、頑張る頑張る。後藤とワイネルボーノット、外バーミリアンが来ている。内が飛んでいる。バーミリアン一番内、ワイネルボーノットが粘っている。ワイネルボーノットかバーミリアンか、首の上げ下げ。さあこの一着は際どいぞ。よく追い込んできたんですが3着でした。気を取り直して次行こう。一応は良くないんだ。1着馬がレースから帰ってきたね。イベント開催中だよ。馬は絶対よくわからない。気象は普通ですね。気合十分だね。いい感じだね。動く。はい、何です。ローカル先生に挑みましょう。気合を良くしていきましょう。気合注入。お、嬉しいか。どの辺をやっていくんかな。どの辺でもいいけどな。てか本当は函館記念が一番チャンスだったと思うんだよね。チャンスありそうで意外とチャンスないんだよな。勝つことで調子を上げていかなければなりません。イベント開催中だよ。これでも勝つ馬は勝つんだけどな。ピストマタージは分かりません。まあかな。大根です。元気だね。イベント開催中だよ。元気だね。体重はバッチリだね。はい、何です。イベント開催中だよ。
んだね。いい感じだね。来週の小倉記念に向けて獲得賞金まだ450万円なんですね。調子落ちた。イベント開催中だよ。元気だね。体重はバッチリだね。あ、ベストバ体重が上がった。はい、何です？今度は2キロ軽い。2.3 倍一番人気。ただいまより投票受付を開始します。日本ピョーキースイン20マラがついている。混合力仕様ですね。他は勝っていきましょう。さあ12頭の小倉記念12頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。4番タガノマイバッファが先手を取ります。これを追って8番混合力仕様であります。それから6番日本ピロキエス、1番タガノデンジャラス、その後ろでやりましょうか。サンレイジャスパー、そしてそのうちに2番サイレントディール、それから鶴丸ヨカニセ、内を通りまして名称カイト、そしてその後ろからビータローザ、12番プロイバタイスイフトカレント、5番カラハラドラゴン、ここにいたカタロパラダイス、後ろから眺めるような格好です。もう一度整理しましょうか。先頭混合力仕様、わずかにリードしているタガノマイバッファがそのうちにいます。 1000m 通過タイムは1分から1分1秒、まずまずのペースといったところ、うん、それから足毛の馬体日本ピロキエス、この辺りちょっと離れているタガノデンジャラス、そして5番手に2番サイレントディール、その外10番サンレイジャスパー、そしてその後ろから鶴丸ヨカニセ、それから7番名称カイト、そしてその外にビータローダ、ね、それから離されまして12番スウィフトカレント、っていったぞ、9番カタノパラダイス、差を詰めていきました、まあ、スタンドの熱気とともに脱力ぐらいに4台こうなり響く。先頭行く緑の帽子は本郷力士を、頑張る頑張る岩田と本郷力士を、かわしたかわした、名称街道1馬身リード、カタノパラダイスが2番手1着、7番名称街道1番人気のカタノパラダイスが2着。また捉えきれませんでした。上がりが早いな、とにかく。気を取り直して次行こう。1着7番2着9番3着当番以上のように確定しました。このとこ大誤算ですね。馬がレースから帰ってきたね。客室変えないといけないかもね。これ体重はバッチリだね。ヒロカイクビール、いい感じだね。はい、何です？イベント開催中だよ。イベント開催中だよ。イベント開催中だよ。ミシュ。
か物足りないですね。イベント開催中だよ。気をつけはもう26週になってしまっています。はい、何です？体質が弱いのか、そうか。大事に大事に扱ってあげないといけません。まあ、2着は2回出てきて750枚になったのですが、ちょっとこれ殿堂入りすら危うかったりするかもしれません。ちょっと不調ではありますが、どこまで巻き返せるか。3着2着ということで、苦しい戦い乗り越えていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。はい、何です？